母ちゃんがさ入院しまってさ、昨日膵炎で、明日から実家帰ります、しばらく。でなんでさ言わない、でいきなり連絡来て、朝の4時ぐらいに姉からお母さんが入院しましたみたいな。おばあちゃんの病室の隣の隣に入院してるらしい。加藤家一同が今入院してます。だから腎機能、なんでうちの母ちゃん腎臓悪いって言ってたっけ。じゃなんかね、2週間ぐらい前から腰が痛い腰が痛いってずーっと言ってたんだって。でさ、病院行けばいいじゃん。で腰痛いってさ、もう確実に腎臓か膵臓じゃん。右の腰が痛い、右の腰、左の腰が、え、右の腰が痛い、ずーっと言ってたんだって。ほんでなんかさ、5日前ぐらいからさ、立てなくなってさ、でようやく病院で働いてるのに病院行かねえって意味わかんねえだろ。なあ。毎日病院行ってるのにもかかわらずさ、なんで診察受けねえんだよって。んで採血したらアルブミンガンがめちゃめちゃ引きいって。んで大動脈の周辺のリンパと膵臓がものすごい炎症を起こしてるっつって。加藤さん、なんでこれ普通の人間だったら倒れてますよって。んで、でも入院しましょうって言われたけど、母親入院拒否って5日間家で休んでて、もう動けないってなって、ようやく運ばれたらしい。自分の病院の救急車に乗ってたらしい。もうバカでしょ。でさ、え、お母さん入院したの大丈夫って送ったら、今動けませんって。LINE 来て、じゃあもう分かった、じゃあ今日は明日帰るよって。そして、嬉しいってスタンプが来た。頼んでおけば大丈夫ですが、びっくりマーク、今は点動きが取れない。クボマナみたいな LINE してくんだよ。今は点動きが取れない、ゾマホンみたいな喋り方。大丈夫ですよ、お姉ちゃんもいるし無理しないで、明日待ってるよ、明日朝一で帰るわ、嬉しいのスタンプで。今は動きが取れない、バイオハザードのなんかあれでありそうだね。かゆうま、水炎痛いでしょ。もしかしたらさ、なんかもう悪性腫瘍とかの可能性もゼロじゃないじゃん。まあ、それが心配なんだよな。それだけ。病院で勤めてるからこそ、そこの病院のレベルを知ってるやつ。いや、でもさ、採血とかさ、簡易的な検査はできるわけだから。で、腫瘍マーカーぐらいさ、できるわけだから。やりゃいいじゃん。なぜやらないのか、本当にちょっと、理解ができない。人間ドック、検査引っかかっても、怖いからっていう理由で、受けてなくて、で、腎臓パンパンに腫れ上がって、もう、透析直前まで行って、ぶっ倒れて、ようやく病院行ったんだよ、うちの母ちゃん。そんで、ステロイドバカバカ入れてさ、顔中ムックムックになって、腎生検して、で、ようやく内服で調整して、退院したんだよ。なんでそんなに病院が嫌いなのか、マジで理解に苦しむ。父親だけ残ったらどうすんだよ。今、俺さ、なんで実家帰るかっていうと、ばあちゃん入院してて、母ちゃん入院してんのね。だからさ、親父が心配なんだよ。あいつ、大工の腕は確かだけど、なんもできねえからな。マジでなんもできねえからな。本当に。赤ちゃんだからね、うちのお父さん。親戚の、なんていうの、甥っ子を呼んで、身の回りの世話させてるらしい。あいつ大丈夫か、てめえ、人んちの親、あいつって言うんじゃねえ。料理なんかできるわけねえだろ。カップラーメンすら作れねえよ。コンビニにも行けない。もうちょっとやばいんだが、まあ姉ちゃんがいるからさ、実際は大丈夫なのか、なんかね。まあいろいろ、そのまあ病名は言わずに置くよ。なんか呼んでさ、なんか言われた時は落ち込むわけよ、普通。落ち込んでさ、ああって、塞ぎ込んでたらしいの、一日。で、それを姉ちゃんが聞いてたから、待って、明日帰るわ、って俺帰ったんだよ、それ昨日ね。ほんで、まあその日元気だったの。ああ、純ちゃんの顔見て安心した、みたいな感じで。で、変な話になるわけじゃん。もし万が一さ、本当に死んじゃうとかなった時、何したいのってお母さん聞いたの、俺、ストレートに。一番、ね、やりたいことをやらせてあげるのがいいなと思って。何一番したら何なのって言ったら、純ちゃん、私仕事したいって初めて。
俺も相手の口が塞がらなくて、私ね、純ちゃん仕事がしたいって言い始めて。いや、別にいいけど、あなた、もし万が一そうなった時仕事でいいのつって。仕事だったら別にできんじゃないのつって。仕事がしたいらしい。別になんかもう人生に何の悔いもない、ないし、もうあなたたちも成人して親元から離れてるし、私の人生に、ね、一片の悔いもないけど、なんかね、その、働いてる病院が、もう一個、進展するんだよ。なんかそれ、新しい病院一個建てる、その経営に携わってるから、母親が。その病院が建て終わるまでは死ねねえとか言ってて、もうそんなのさ、やめればいいじゃん。63にもなるババアなんだよ。もう、そっちの病気をまず治した方がいいと思ったわ。いや、お母さん、まずその精神病治した方がいいよって俺は言いかけた。あんたまず、その心の病気を治してっつって。取り憑かれてるじゃんと思って。で、親父はさ、母ちゃんが入院しちまったっつってさ、洗濯機が回せねえ。風呂場のスイッチの入れ方がわかんねえっつって俺に電話してきて。もう洗濯機はどうやって回さなきゃいけないって電話してきて。めっちゃかめっちゃかよ、うち。で、姉ちゃんが近くに住んでるからさ、姉がなんとかやってるけど、だから実家帰んなきゃいけないの、ちょっと。だから実家帰んなきゃいけねえわけよ。洗濯機回せねえって言うんだもん、しょうがねえだろうが、俺洗濯機回せるし。だって、しょうがねえだろんで、ばあちゃんもさ、なんか、元気になっちまったからさ、私が見舞いに行かなきゃいけねえって、病院脱走しようとしてるし、私が家に帰って世話しなきゃいけねえって、病院脱走しようとしてるし、変な、ウーゴくんつけられてたし、逃げられないように。まだなんだかんだでうまくいってんだよ。なんやかんやで。まあまあ別にその悪いあれじゃないけどね、ずーっとカップラーメン食ってるらしい。親父ずーっと昨日帰った時もカップラーメンすすっててさ。俺帰ってきて別にさ、その生活費と光熱費は出すけど、お父さん食事はおめえ作ってくれなっつって言っといたわ。かあ買ってもさっつってた。離れがあるからそこに花ちゃんと空と俺で住みます、しばらくは。しばらくはそこに住みます。買ってもさっつってたわ。ジュース持ってくるわ。立山新聞毎日チェックしてわかるの。え、なんでそしたら死んだら出んの。加藤家式場みたいな感じで出んの。めっちゃ恥ずかしいんだけど、それめっちゃ恥ずかしいんだけど、あの道端に立ててるやつでしょ。え、俺模試やんの。やなんだけど。出るのマジで。じゃあ言うわ。死んだらすぐツイートするわ。母ちゃん死にましたっつって。万が一そういうことがあったらな。喪主します。頑張って。いや、おや。アベ、落ちた。うわ、最悪。おい、マジかよ。ふざけるな。つべしか。かあ、買っても。まあ、ということで明日からまたね、ニコ生やっていこうかなと思うんで。さようなら。さようなら。